今日はな、スライムの持ってきたんだよ。これだーい。ポケモンカードのね、仰天のボルテッカーを持ってきましたよ。仰天のボルテッカーといえばね、やっぱりピカチュウ VMAX。あとはなんかトレーナーとのコンボとか、なんかいろんな魅力が詰まったカードで、まあ早速開封をしていきたいところなんだが、しかし、イエーイ拡張パック仰天のボルテッカーポケモンセンターポケモンスターセットですね。マジでやばいんよ、マジでやばいよ、これマジでやばいよ。これから先にね、開封していきたいなと。この重厚感あふれるこの箱、この仰天のボルテッカーが2ボックス入ってます。はい、これがねデッキシールドでございますよ。デッキシールドと同じイラストであるこのダンデとリザードン、そして後ろアップと、これだけで終わりじゃないんですよ。でデッキシールドとパッケージのねデザインがデッキシールドとデッキケースになってるやつですね。これだけじゃないんですよ。ででーん、巨大パックセットの仰天のボルテッカーですね。すごいよ。セット内容が拡張パック5パックとプロモカード、ポケモンコインが入ってるんですけど、まあ3つ買ってきたんで、やったー。これだけじゃないんですよ。イオルム V です。2ボックス購入すると1枚もらえるっていう特典ですね。でそれでも終わりじゃないんですよ。なんだって、なんと今回ポケモンカードパックを6パックごとにピカピカピカチュウプロモカードキャンペーンということで、ピカチュウのプロモーションカードがランダムで入ってるやつ、うわー開けたいなって思うから、じゃあ選んでいいよ。ちなみに全5種類ですからね。5種類ね。せーの、えい、うわはーちゃんと一緒だ。これ技とかも違うのかな。違うみたい。これはね後日 SNS とかであげられたらなと思います。はい、ということで仰天のボルテッカーを開けていきたいと思います。あいやー、1ボックス30パック入ってるんで、まあ10パックずつ分けてって4ボックス開けていきたいなって思います。みんなそれぞれの狙いのカードとかあるん？やっぱ僕はねダンデが一番欲しいんで、ダンデとコンボができるリザードンが欲しいですね。なるほどね。私はやっぱいろんなねピカチュウ VMAX かな。私はね一番の狙いは斎藤の SR なんだけど、ルリナもね、しかもねやっぱそれぞれの相棒というかね、ルリナだったらかじり亀のカードとかのイラストの中にもルリナが描かれてたりするから、だからね当てたいなって感じ。じゃあ一人ずつ見せていきたいと思うので、はい、メイクル、ゴニョニョ、デラキオン、カジリガメ、ここに映ってるカムカメ、ゼブライカ、ツバメ、ナットレ、望遠スコープ、ヨマール、ガラウニャース、土人。あーででー、あーピカチュウ V ですね。何この可愛さ。充電、自分の山札から雷エネルギーを2枚まで選び、このポケモンにつける、そして山札を切る。10万ボルト、このポケモンについてるエネルギーを全てトラッシュする。200ダメージ。でかっ、めちゃめちゃでかい。バンバドロ、ゴマゾウ、メグロコ、マホミル、ココロモリ、メモリーカプセル。このカードをつけているポケモンは進化前に持っていた技を全て使える。泥バンコ、人影、ヤブクロン、あ、ジュラルドン、タマス城、ビリリ玉、マホミル、人影、風鈴 V。 おお、めっちゃかっこいい。知念のさじ、ダメ缶3個を相手のポケモンに好きなように乗せる。マインドルーラー、相手の手札の枚数 ×30ダメージ。めちゃめちゃ手持ち多い時とかかなりのダメージが出せるんじゃない？リザード、シビシラス、モンメン、ガラルニアス、ホコイリキュー、サンダース、EV、カポエラ。ここに斎藤がいるんですよ。ゼブライカ、ブースター、ナットレイ、シママ、ゴマゾウ、ミジュマル、バンバドロ、カジリガメ、テッシード、モグリュウ。この輝きはイオルム VMAX。 あ、すげえ。さっきのねイオルム VMAX とイオルム V、 デザインが全然違くてどっちもめちゃめちゃかっこいいですね。開口戦、このポケモンがバトル場にいるなら自分の番に1回使える。相手のポケモン全員にそれぞれダメ缶を1個乗せる。やだねー。しかもこちら特性です。巨大ウェーブ、相手のバトルポケモンについているエネルギーの数 ×50 ダメージを追加。リーグスタッフ、自分の山札を2枚引く。場にシュートスタジアムが出ているならさらに2枚引く。シュートスタジアムも結構 VMAX と相性が良くて、これもすごいいいですね。メイクル、ゴニョニョ。一周しましたね。いや、あとはピカチュウ VMAX だね。そうだね。じゃあ僕いっちゃいますか。ホエルコ、シビシラス、いやいい V ドンファン、コーティング鋼エネルギー。このカードはポケモンについている限り鋼エネルギー1個分として働く。このカードをつけている鋼ポケモンの弱点は全てなくなる。普通に鋼エネルギーつけるより強いです。マグカルゴ、シママ、チリーン。うわっ、な、ヒヒダルマ VMAX です。めっちゃめっちゃ好みなんだが。このカードのデザインが大豪雪、相手の遊園地ポケモン全員にもそれぞれ30ダメージ、マジで強いです。ダストダス、シビビール、モグリュウ、モンメン、出ました、来たよこれ、リザードン。なんでがね、いるんですよ、ちゃんと。バトルセンス。自分の番に1回使える。自分の山札を上から3枚見て、その中からカードを1枚選び手札に加える。残りのカードはトラッシュする。キングブレイズ。自分のトラッシュにあるダンデの枚数 ×50 ダメージ追加。すでにね、例えば、ダンデを4枚使っていたら、260ダメージが打てると。ポケモン V、または VMAX ではないのに、高火力なダメージを与えられることのできるカードです。出ました。シュートスタジアム。お互いのプレイヤーが自分の番に手札からポケモン VMAX を出しポケモン V を進化させるたび、そのポケモンの HP を100回復する。こちらな、ワンリキー、ミリリ玉、リザード、ダーテング、タネボウ、タタッコ、オオスバメ、マルマイン、ピカチュウと相性が良かったりするんですよね。NN 発電という特性が、このポケモンがベンチにいる限り、自分の番に1回使えて、使ったならこのポケモンを気絶させる。自分の山札から雷エネルギーを2枚まで選び、自分の雷ポケモンに好きなようにつける。そして山札を切る。気絶はしてしまうんですが、すごいね、速さでね、ピカチュウ V に雷エネルギー2枚つけることができると。ドローンロトム、サシカマス、ドリューズ、マグマッグ、テッカニン、サマヨール、ワルビル、テッシード、ミジュマル、ゴーリキー、ニャイキング、カポエラー、ワルビル、テッシード、オトスパス、キルクス温泉、シママ、コノハナ、カポエラー、ネギがないと V。 お強い。視界の槍というものが結構強力で、入れ替わったと思ったらその自由にエネルギーをつけて、このフォールスター200ダメージを打てると。次の番技を打てなくなっちゃいますよというリスク付きですが、かなり強力です。そしてリーグスタッフ、シビシラス、フタチマル、エブ、サンダース、エルフーン、ホエルコで一周しました。リザードン出したからにはね、ランド絶対当てないとだね。そうなんですよ。じゃあ続いて私が当てたカードを見せます。サシカマス、ドゴーム、土にうん、大剣気。あー、最高だー自分の山札を上から5枚トラッシュし、その中にあるエネルギーをすべてベンチの当ポケモンに好きなようにつける。当デッキにはね、必ず入れたいですね。斉藤、タネボウ、ワンリキー、ヤミラミ、オトスパス、キルクス温泉、モグリュウ、ミジュマル、コロモリ、ガラル、ヒヒダルマ V のSR だーマジバックオング、カポエラー、やったー、ティッシード、グラエナ、サンダー、シャワーズ、オオスバメ、ヤブクロン、ドリューズ、ルリオだー。自分のトラッシュから水ポケモンと水エネルギーを合計4枚まで選び、相手に見せて手札に加える。テッカニン、マグマック、コノハナ、ツバメ、ワルビアルをウォッシュ水エネルギー、新しいエネルギーですね。このカードはポケモンについている限り水エネルギー1個分として働く。このカードをつけている水ポケモンは相手のポケモンが使う技の効果を受けない。タタッコ、フタチマル、ヨマール、ガラルヒヒダルマ V だガラルヒヒダルマ V めっちゃ好かれてるな。エルフーン、ワルビル、カムカメ、メイクル、カビゴン、ゴーリキー、シビビール、ゴニョニョ、メグロコ、シビルドン、抜け人ですね。抜け縛り。このカードはテッカニンの特性、空抜けの効果によってしか場に出せない特殊なカードですよね。抜け人、モンメン、ゴーゴーとポチエナ、あ、ドラピオン V。 このポケモンについているエネルギーを2回トラッシュし、相手のバトルポケモンを毒と麻痺にする。嫌だね。なんかきついな。きついね。魔法一風、斉藤これ一周したかな。いや、めちゃめちゃすごいね。狙ってたのがかなり出て嬉しいな。はい、ということで2ボックス目からはちょっと気になるカードとかねだけを紹介していきたいと思います。はい、気になるカードを紹介していきましょうか。はーちゃんからでいいのか。いや、俺から行かしてもらおう。よし。ピカチュウ V、 さっきはーちゃんが当ててたやつですね。ダンダンで出ましたー見て、レアだからキラッキラ。この番、自分のポケモンが使う技の相手のバトルポケモンへのダメージはプラス30される。かなり役に立ちますよ。続いて私行っていいですか。はい。トレーナーがね、描かれてるカポエラー、そしてカジリガメ、リザードンが全部当たったんですよ。じゃーん、ガラルネギがないと V のSR でーす。イラストもね、通常とは違いますね。最後、はーちゃん。はーい。ドラピオン V、イオルブ V ですね。ピカチュウ VMAX 見てよ、このさ、なんだかわいい。もうかわいいしか出んな。巨大ボルテッカー、望むならこのポケモンについてるエネルギーをすべてトラッシュする。その場合150ダメージ追加、最大270ダメージを相手に与えることができます。3ボックス目いきたいと思います。はい。さーちゃんから紹介していきたいと思います。まずシュートスタジアム出ました。ヒダルマ V ギルガルド VMAX が出ました。大斬撃、自分がすでに取ったサイドの枚数かける30ダメージを追加ということでね、310ダメージ最大与えられますね。僕行こうかな。はい、ファイアロー V ファストフライトってやつが、この技は先行プレイヤーの最初の番でも使える。もう一番最初出して、うわマジでちょっと手札事故ってるわーってなった時に一番最初のターンでも使えると。それでは最後、私イオルブブーじゃーん、ダンデー。これで斎藤ルリナ、そしてダンデー揃えましたね。じゃーん、ルリナの SR でーす。当てたな、当てたね。最後のね、4ボックス目当てていきたいと思います。僕からいいですか？はい、お願いします。はい、ピカチュウ、フーディン、ネギがないと。はい、ありがとうございました。じゃあ、私もここで、ダンで、ピカチュウ VMAX 初めて出ました。いいね。じゃあ、あーちゃんは、前でちょっと紹介したいカードがあるので、ファイアロー、ファイアロー V、ギルガルド V。で、そしてセットでね、ギルガルド VMAX も出ましたよ。なんとなんと、ででーん！ダンでの SR！ ちょっと見せて。本物だ！めちゃめちゃかっこいいですね。たっくんが頭抱えてるぞ。はい、ということでね、めちゃめちゃ満足じゃない？満足ですよ、マジで。早くね、戦いたい、このカードたちを使って。ほんとそう。ということで、今回の「仰天のボルテッカー」の開封、面白いな、私もあのカード欲しいなと思ってくれた方は、ぜひ高評価、チャンネル登録お願いします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。せーの、バイバーイ。ポケルン相性じゃんけん、私たちと勝負だ。ポケモンを選んでね。草は水に強くて、炎は草に強い、水は炎に強いよ。せーの、君に決めた。ヒバニーだったので、メッソンを選んだ君の勝ち。みんな勝てたかな？